国力を回復した蜀はついに北伐を再開した。一度は敗退するものの、指揮官の脅威は諦めることを知らない。先人の志を果たすためなおも魏を攻めようとする。だが遠征の負担は大きく、国内では反対の声も上がっていた。一方魏では実権を握った司馬一族がその地位を固めていた。だがその独裁を不満に思う者たちが不穏な動きを見せ始める。内乱、そして何度でも攻め来る蜀との戦い。戦で傷を負った司馬氏の肩に大きな重圧がのしかかっていた。前回の北伐は期待外れの結果に終わりました。次こそは必ずや成功させるべく、今より入念な準備を行いたいと思います。龍禅様、京井殿の言うことを聞いてはなりませんぞ。何を言うのだ高校。京井殿、あなたが戦に没頭している間、蜀はどうなっていたと思われる。私がいなければ国内の秩序は乱れ、龍禅様はさぞお困りになっていたでしょう。内政をおろそかにし、龍禅様に苦労を強いるなど忠臣のやることではないのでは。しかし私は亡き上将より義を討つという志を受け継いだ。それを成し遂げることが忠臣としての私の役目、そして仁の世の実現に必要なことだ。戦をすればするほど国は貧しくなるのです。あなたは皇帝たる龍禅様にも貧しい生活をさせる気ですか。二人とも喧嘩はやめてほしい。京井、そなたの思いは嬉しい。だが高校の言う通り、民に辛い暮らしを強いることはしたくない。何か良い方法はないものか。私は信として自分のなすべきことをなすまでです。高校、お前も自分のなすべきことをすればいい。おのおのが持ち場で力を発揮すれば国は保たれるだろう。ふん、己のやるべきことなどとうにやっておるわ。龍禅様、魏の指揮官司馬氏が死んだようです。彼の後は弟の司馬将が継いだらしいですよ。龍禅様、これは好機にございます。今こそ再び北伐を行う時です。京井殿、まだそのようなことを。第一、前回の北伐からさほど時間が経っていないではありませんか。確かに万全の準備ができているとは言い難い。しかし鉄狼山では司馬将を追い詰め、そこから勝機を得た。奴が指揮を取るならば、多少の準備不足でも十分に戦えよう。京井、私にはそなたが焦っているように見える。なぜそう急がねばならないのだ。魏や呉と比べると我らの国力は低いものです。もし魏が呉へ攻め込み、さらに強大となっては勝ち目は薄くなりましょう。一刻も早く魏の国力を削り、我らの国力を増強する。そのために戦わねばならないのです。国力が増せば今より暮らしが豊かとなります。そうなれば民のためにもなりましょう。そうか、民が豊かになるというのなら、その言を信じるぞ。そなたの武運を祈ろう。良い戦果を期待している。
龍禅様、これは奇弁でございますぞ。戦を起こしては国が豊かになるどころか貧しくなるばかりです。主演や遊興なども開けなくなってしまいますぞ。高校、すでに龍禅様からの命は下ったのだ。お前も急ぎ戦に向け城内の体制を整えよ。これは大将軍たる私の命令だ。やはり魏の内部は混乱しているようだ。前回に比べ兵の数が少ない。今度こそ必ず。でも私たちも前回より人が少ないです。月英殿やバタン殿も高校殿に信徒の内戦を命じられ来られませんでした。それに敵も少ないながら守りを固めてるみたいだ。ここまでやられると奇襲とか厳しいな。時間はかかるけど一つ一つ確実に拠点を抑える方がないか。うん、それにこちらは遠征のみ。兵糧が尽きる前に陳倉まで進まねばならない。状況は厳しいが勝てぬ戦ではない。皆奮戦を期待する。なんとか陳倉まで抑えたけど、こっちの兵糧はもう尽きかけてる。敵が攻めてきたらとても守りきれないぜ。生徒から兵糧を送ってもらえればいいんですけど、きっと皆さん内政に手一杯だと思います。しばしをならばもっと楽に攻めきれると踏んだのだが、無理にこのまま滞留して被害を増やしては元も子もない。ここは撤退する。兵にその旨を伝えてくれ。相手を侮り不甲斐ない戦をしてしまった。上将、どうか天よりこの凶白役をお叱りください。こたびの北伐もはかばかしくなかったようだな。申し訳ありません龍禅様、ですが次こそは必ずや。次か、脅威、そなたはなぜそこまで北伐を繰り返すのだ。なぜ、なぜとおっしゃいますか龍禅様。葬儀打倒は劉備殿と上将の悲願です。その成就のため将兵は戦い、民は国を支えてくれているのです。それを龍禅様はなぜと。いや、そうではないのだ。私はただ北伐は必ずや成功させてみせます。龍禅様はどうか我らの勝利を祈っていてください。龍禅様、良いのだ正妻。どうも私は思いを伝えるのがうまくないようだ。大使のためと皆を苦しめてまで戦う、それが私には辛く思えてならない。諸君は、私たちはどこへ向かえばよいのだろうな。前回の北伐の失敗は私の戦慄によるもの。この席を取り私は大将軍の座を降り御将軍となります。ふん、勝てるなどと豪語しておきながらこの始末。もうこの城の暮らしを脅かさないでほしいものですな。高校殿、
なぜそこまで暮らしにこだわる。竜殿様は職定、国の長であられます。その国の長が贅を尽くした暮らしをすることは豊かさの象徴。食の素晴らしさを国外に示すためにも贅沢は必要なのです。あれ、贅沢をするのが帝のお仕事なんですか？でも劉備様は贅沢していましたっけ？諸葛亮殿も劉禅様にそんなこと言わなかったですよね？これは私の考えです。あなたたちにとやかく言われる筋合いはない。みんな、私は脅威の話が聞きたい。それでこの後はどうするんだ？必勝を期すため万全の準備を整えます。我ら最後の北伐のために。最後、その理由を聞いてもよいか？この北伐で勝利を収め魏を滅ぼすからです。今までの北伐は兵端を確保するため徐々に攻めていました。ですが、それでは勝てぬと分かったのです。次の北伐では全軍を挙げ敵の本拠まで一気に攻めます。周到な準備と完璧な策を仕上げ、最後の北伐として臨みます。誰ごと、最後だと言いつつまた失敗すれば続けるのでしょう？そもそも諸葛亮殿になせなかったものがあなたになせるはずがない。上将は命を懸け五条原へと出陣された。あと少し時間があれば我らは勝利できたのだ。私も最後と決め、全身全霊をもって攻めれば必ず勝てる。脅威、最後という言葉の意味しかと聞いた。必ずや次の北伐で魏との戦を終わらせてほしい。はっ、必ずだ。未熟者めが。魏の帝宗吾が千葉城によって倒された。この内乱こそ魏へ攻め込むまたとない好機だ。これで終わるんだよな、俺が生まれ育った国との戦いが。悔いのないよう全力でやってやる。若や諸葛亮ども、みんなの思いを背負っている気がするよ。俺たちで陣の世を手に入れるんだ。張り切っていこう。孔明様が成し遂げられなかった北伐、今こそ私たちで成し遂げましょう。父上や兄上と一緒に最初に戦ったのは魏でした。あの時は負けていろいろなものを失っちゃったけど、私今度は負けません。劉禅様はおそらくこれ以上の戦を望んでおられない。ならば私たちはこの戦で叶えなければ。父上、劉備殿たちの志を。よし、行くぞ。この地にて我らの戦いを終えるのだ。それにしても間が悪かったね。あと一押しで魏の防衛線を崩せたのに。あの千載一遇の好機、みすみす逃すことになるとは。でも生徒で急変って何があったんでしょう？わからない。ただ全軍で戻れたのはよほどの事態だと。とにかく今は急ごう。
どうしたのだ、教員。それは私が伺いたいことです。一体、生徒で何が起こったのですか？何を言っているのかわからない。私の知る限り、この生徒は平穏だと思う。まさか、地球帰還せよとの命は？では一体誰が何のために？誰かが私の名を使って命を出した。おかしなことだ。私の知らないところでこの職に何が起きているのだ。脅威殿、先の偽の帰還命令について何か分かりましたか？確たるものは何も。だがおおよその見当はついた。龍禅様の名前を使えるくらい立場が上の者、そして北伐を快く思わない。私は高校が何か関与しているのではないかと睨んでいる。私たちは先人たちや脅威殿の思いを受け、心を一つにして戦いました。それをあのような卑劣な行為で踏みにじるなんて。ならば今すぐ龍禅様にご報告を。これはあくまで私の推論だ。そのようなものをご報告するわけにはいかない。国内では私が思っている以上、反戦を唱える者が動いているようだ。我らはただでさえ国力がない。皆が一つの方向にまとまらなければ滅亡はあるのみだ。脅威殿。だが受け継いだ志を諦めるわけにはいかない。なんとか職を守る術を考えなくては。制裁。私は職弟としての仕事を全うできているのであろうか。龍禅様、何をおっしゃるのです？父上がこの国を築かれた時、誰もが同じ志のもと団結していた。だが今では誰かが私の名を語り、味方の邪魔をする者まで現れてしまった。制裁。私は何をすればよい。どうすればまた皆が団結してくれるのだろうか。龍禅様は蜀の帝、劉備殿から仁の志を受け継がれた方です。その志を広く世に示せば、きっと皆も団結するでしょう。志を示すとは何をすればよいのだろうか。それが私の中に思いはあれど、それをどうすればよいのかわからぬ。昔聞いたことがある。父上も諸葛亮に会う前は何をすべきか迷っていたと。迷い続けた時、諸葛亮に出会い自らの道を決めたのだ。私もそろそろ迷いから抜け出し、自らの道を決めねばならぬな。龍禅様。銀平殿はとても強くなった。
以前のように力任せに戦うだけじゃない。そう、真の強さを感じる。褒めてもらえて嬉しいな。聖斎殿、修行に付き合ってくれてありがとう。大切な人たちを守るってすごく難しいよね。でもくじけちゃったらそこで終わりだし、聖斎殿みたいにみんなの希望になれるよう私も頑張らないと。あなたを見て救われる人は今でもたくさんいると思う。でもそれだけじゃない。銀平殿がそうである限り、私たちはあなたという希望を見ていられる。じゃあもう一回いいかな。わかった。今日はどこまでも付き合うから。やったリュウゼン様、魏が長安に兵を集めているようです。おそらく職に攻めてくるつもりかと。急ぎ兵を集めて体制を整えましょう。脅威殿、その手には乗りませんぞ。あなたは何かと口実をつけ、また魏へと戦を仕掛ける気でしょう。何を言っている。私は事実を述べているまでだ。魏は間違いなく攻め込んでくる。守りを固めれば職が危ない。だが私にはそんな知らせ入っておりません。それにあなたは戦国の北伐の最後だとおっしゃったではありませんか。潔く負けを認め、おとなしくされよ。私は負けてなどいない。あれは朝廷に救う奸賊の策略。見苦しいですぞ、くだらん言い訳を。脅威は敵が来ると言い、奉公は来ないと言う。どちらが正しいのだろうか。報告します。派生の哨戒兵が魏軍の姿を確認したとのこと。やはり敵はすぐそこまで迫っている。リュウゼン様、お聞きの通りです。我らはこれより派生へ向かい、敵を迎撃いたします。わかった。気をつけていくのだぞ。哨戒の率いる隊が剣閣まで迫っている。こちらも急ぎ体勢を整えなくては。しかし妙だ。今まで我らを迎え撃っていた島外が見えない。奴は一体どこに。でねえ、島外率いる部隊が生徒北の行為を襲撃。面築艦も抜け生徒へと迫っております。何、まさか北を抜けてくるとは。多くの兵がこちらまで出てきてしまった。生徒の守りはとても薄い。都に残っているみんなは大丈夫なんでしょうか。急いで戻らないと。しかしここをおろそかにしては。今度は哨戒が生徒まで攻め寄せよう。二方面からの侵攻、守りきるのは困難を極め。だがここで負けるわけにはいかない。みんな、我らの志のため、何としても敵を打ち払うのだ。哨戒の率いる隊が剣閣まで迫っている。こちらも急ぎ体勢を整えなくては。しかし妙だ。今まで我らを迎え撃っていた島外が見えない。奴は一体どこに。でねえ、島外率いる部隊が生徒北の行為を襲撃。面築艦も抜け生徒へと迫っております。何、まさか北を抜けてくるとは。
多くの兵がこちらまで出てきてしまった。今生徒の守りはとても薄い。都に残っているみんなは大丈夫なんでしょうか。急いで戻らないと。しかしここをおろそかにしては、今度は将官が生徒まで攻め寄せよう。二方面からの侵攻、守りきるのは困難を極める。だがここで負けるわけにはいかない。皆、我らの志のため、何としても敵を打ち払うのだ。私は諸君の民たちまで戦に巻き込んでしまったのか。迷っている時間はなさそうだ。もう決めなくてはならぬ。私がこの国をどうすべきかを。魏軍大将軍、芝市城だ。劉公子、いや、職弟劉禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り悲しみは止まぬ。芝生殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ、悲しみのない世を作るという願いを。約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう努める。ありがとう。十分だ。職は降伏する。降伏を受諾する。乱世は終われ。脅威、痛ましい姿をさせてすまない。だが私たちを面会させてくれるとは、芝生殿は寛大だな。劉禅様、なぜ降伏など。私たちはまだ戦えた。戦って上将たちの思いを貫けた。それを許せとは言わぬ。私はこれ以上戦うことに疲れたのだ。そのようなお心で
私たちは負けるのですか。脅威、そなたは今までひたむきに本当によく職のために尽くしてくれた。だがもう気負わずともよい。もう何も背負うことはないのだ。そんな、何も言うな、脅威。これで蜀の戦は終わるのだ。見送ってくれるのか。ありがとう。竜禅様、なんてことだ。竜尾様の国を、アンクメ。竜禅様がいなくなったな。わしらどうすれば。みんな聞いてくれ。私は洛陽で楽しく暮らそうと思う。だからみんなも幸せに暮らしてほしい。強く握りしめていらしたのです。今すぐ手当てを。良いのだ、制裁。父上の陣の夢を叶えようと多くの者たちが散っていった。私は食感を滅ぼし彼らの思いを踏みにじったのだ。この痛みくらい引き受けさせてほしい。お願いだ。かつて陣の世を夢見て散った劉備殿、その意志を継ぎ命燃やして蜀漢を導いた丞相、そして劉禅様。脅威、蜀は沈もうとしている。私にできることはあまりにも少ない。竜禅様、気弱なことをおっしゃらないでください。この今日白薬がついております。それは心強いな。だがあまり無理はしないでほしい。竜禅様はこれ以上の戦を望まれなかった。だから降伏の道を選ばれた。
だが、ここで私が諦めてしまったら何が残るのか。希望の光はどこにあるのか。時代が移ろいゆき、劉備殿の目指した神の世が色あせる前に、天下の趨勢を我らに。やはり私は迷ってはいけない。この先何があっても強く進んでいくのだ。そうすればきっと。聖祭。竜禅様、お一人でいらしたのですか。護衛もつけずに危険です。良いのだ、もう私を狙う者はいないからな。そうだ、今日で聖祭の役目を解こう。竜禅様、何を。長い間苦労をかけた。どうかゆっくり休んでほしい。そう、旅にでも出たらどうだ。気が済んだらいつでも戻ってきてほしい。待っているぞ。